おー、素晴らしい。こちら大原駅前です。このようにギャラリーも集まってくれて、はい、毎年恒例になってきましたけどね。大原高校インタアクトクラブとロータリークラブの皆さんのね、ご協力によりまして、こういう素晴らしいイルミネーションができて、今日は点灯式ということで、制作に携わった高校生、ロータリークラブの会員の皆さんはじめね、こういう形で大原高校インタアクトクラブイルミネーション事業協力大原ロータリークラブでございます。はい、こちら、タコ、大原の地タコもいます。チンアナコでしょうか。面白いですね。はい、はい、ニモのようなお魚もいますし、イルカもいます。アッカもですね、あそこにですね、伊勢エビがいますから後で撮ってみましょう。はい、こちらがインタラクトクラブの精鋭の皆さんです。はい、このように、ギャラリーもたくさんいまして、校長先生もいますし、インタラクトクラブの真ん中にいるのが、これはですね、日本でも唯一かもしれません、高校、大原高校のゆるキャラの原コアラくんでございました。県立高校にゆるキャラがいるのは、おそらく全国唯一やのかなと思ってますけども、そんな原コアラでございます。はい、まあ、いつものですね、モニュメントが大原駅にありますけれども、モニュメントに合わせてイルミネーションを点灯しております。大原高校のみんなも本当に頑張っておりましてですね、先ほど校長先生も地域の光になればということで、本当に、そんな気がします。はい、原コアラ君です。イルカがここにいまして、あ、水引きの制作者の石田さんもいらっしゃいます。こんにちは。女子高生に混じっても何ら違和感がございません。みんなよく頑張りました。頑張りました。メリークリスマスは早いかな。ね、そんな気分になってきましたけど、ここはあの関根大輝くんが描いた絵の、にですね、石田さん親子が作った水引きをこのように、装飾しておりますけど、綺麗な、これ日本で唯一でしょうね。日本で唯一の伊勢海老のモニュメント。あ、そうなんだ。そう、すごい頑張って作ってね。そうなんですか。一緒に作ったんですか。すごい作りました。伊勢海老作ってくれてありがとうございます。はい、女子高生の皆さんでございました。はい、すいません。はい、ありがとうございます。すいません。ね、綺麗な日本で唯一のね。あ、あら、コウタロウさん。あ、どうもどうも、ありがとうございます。コウタロウさん、ね。はい、ちょっと大原駅の方にも行っています。こちら JR 外房線のですね、大原駅でございます。こうして、大原高校生も使いますし、私もここから県議会に貸していただいたりしますけど、これ JR の大原駅ですね。隣にあるのがいすみ鉄道の、これが大原駅です。こういう風になってます。はい、自動販売機もいすみ鉄道からでありますね。ちょっと中で行ってみますね。はい、昔から外房の要所であったいすみ鉄道の大原駅、昔は国鉄大原駅で、国鉄のいすみ鉄道、国鉄の木原線でしたからね、このように繋がってるんですけど、今は部屋を別にしましてね、あの花列車乗り場という形で、残念ながら売店はもうちょっと今日は終わってしまいましたけど、あ、どうも、あ、今日は残念ながら終わりましたけどね、こういう形で伊鉄揚げからお魚からいろいろ売ってます。はい、大原駅から大滝を通って上総中野まで行く、ようこそいすみ鉄道でということで、
夜も更けてまいりました。これがですね、今日小原高校生が、描いた壁画であります。そしてこちらがですね、大滝高校生が描いた壁画でですね、これ大原高校、大滝高校と、この書いてありますけどね、いすみ鉄道と城西国際大学、そして高等学校、そしていすみ市大滝町、そしてですね、城西国際大学中川明教授も協力もいただきながら、宮崎健介さんというね、サインがありますけどね、の絵をのご指導いただきながら、大滝高校生、大原高校生が描いたといういすみ鉄道プロジェクトでありますけどね、素晴らしい迫力の絵です。これがですね、このいすみ鉄道の入り口、ここからホームに行きます。今残念ながら列車はいませんけど、ここはいすみ鉄道のホーム、ちょっと入ってきちゃいましたけどね、向こうが外房線のホームで、特急若潮号もここにやってきたり、キハのレストライン列車もここにやってきたりします。ここからもイルミネーションがはっきりと見えるわけですけどね、このように波花タクシーのエミタスタクシーですね、今日はいますけど、ここは電気は、点灯してませんけど、小原名物北町タワーでございます。こういう形で本当に素晴らしいなというふうに思っていますけどね、あ、これ本田忠勝です。大滝高校生が描いた本田忠勝、大滝城ですね、はい、キハも映ってますし、オタッキーもここに映っております。で、大原のタイトの海産物ね、伊勢海老、サザエ、ジダコ、ここにアワビがありますね、美味しそうな大きいアワビですけどね、宮崎先生はこういうお花がね得意なようですけど、すごい鮮やかな中でですね、虹も出ていて、いすみ鉄道77列車にあって、そしてなんといってもいすみといえば、大原といえばこの大原裸祭りがね、潮踏みでございますけど、これはもう完全にこれ広田神社の三尺も八巻もちゃんと、男みこしも待ってますけど、はい、このまま三社をかたどってるかはどうか分かりませんけども、こういう形でやっています。そしてですね、今日のこの壁画のテープカットならずですね、このレインボーですね、我々来賓として呼ばれたものがですね、この虹を書き足して完成式となったわけです。私もその虹にですね手を加えさせていただいて、この部分のオレンジの部分がですね、私幸次正和の作でありますので、ぜひですね、幸運のいすみ鉄道壁画のですねレインボーを見に来ていただいてはいかがでしょうか。はい、いすみ鉄道ではありませんが、外房線の各駅停車がありました。はい、こういう形で、コロナに負けずにですね、いすみっ子、そして大原っ子、大原高校生、小滝高校生、がと共に頑張っていければと思います。どうぞですね、いいこの年末を迎えながらですね、粛々とコロナに立ち向かって、令和3年に向かっていこうと思います。今日はありがとうございました。あそこには赤ちょうちんの吉野家さんも見えます。それではさようなら。